粗品です。せいやです。え、本日はですね、視聴者質問コーナーその通り。あら、ピアノってちょうだい。その通り。え、たくさん来てます。質問コーナー消化していかなあかんからね。お前な、チューブネーム、うん、グッチは霜降り推し。はい、グッチさん。ドキュメンタルシーズン9にコンビ揃って参加されたお二人に質問です。はい。他の芸人さんのボケに対して笑いを我慢してるとき、頭では何を考えているのかとても気になるので教えてほしいです。ドキュメンタル出ましたね、二人で。ねえ、そろそろもうええんかな。確かに。話してもね。確かに。いやー、おもろかったなー。おもろかった。そうか、あんま霜降り中で喋ってないんか、ラジオとかでは。おもろかったね。おもろかった。いやもうやばかったわ。ほんま池崎さんのシャオリン。お前それ言うな。シャオリン。あの何？殴られても痛くないやつ。なんだあれ。いやまあほんまに誰も知らんかったからな。各海洋の。ほんまに知らん。バキの。お前しか知らん。中国の武術の達人なんですけど。そうなの。いやほんま全然ちゃうし、シャオその原作で。殴られてシャオリンとか言わんし、それもめっちゃおもろかな。そうなんや。そう、シャオリンとか言わんし、ほんでもうずっと言ってたよ、うん、違う時も言ってた。もう普通の池崎さんになってからもおう、シャオリンって言ってたよ。あれやばかった、ほんま。やばいな。あそこで死んでも、うん、悔いなかったな。シャオリンとあと何で笑いましたっけ、せいやさん。シャオリンでは笑ってないんですけど。あ、そうか、耐えたんですけど。2回は何で笑った。久保田さんのまず、あ、ゆうたさんのボンバーマンの話。スーパーセントのボンバーマンみたいにピターってなったやつと、あと最初のわけやからなんか長田さんに突っ込むとこで笑いましたね。ああ、俺も取られたやつ。あれ見てねみたいな。そうそうそう、変なとこで笑ってみたいな。はいはいはい、誰が言ってんね。そう、長田さんがめっちゃおもろい。じゃあやってみようかとか。じゃあお前そんなんが一番おもろいからな。いやほんま。おもろかったな。いやお前笑いそうになったから誰が言ってんねんって瞬発的にタメ口になってるけど、長田さんがほんでおもろかってなの。えめっちゃびっくりしてたから。あんま喋ったことない後輩にやってみようかって言われた。あれなんでしたっけ、せいやさんが1回目出た時のあの鼻の病気のやつ、後藤さんのやつ。お前あれなんでしたっけ、気がして。鼻水で出て、鼻の病気僕4つ持ってるんですよ。花粉症、で慢性鼻炎、副鼻腔炎、3つやないか。後藤さんめちゃくちゃおもろいな。3つやないか。めちゃくちゃおもろいな。おもろい。いや後藤さんおもろかった。おもろいわ後藤さん。おもろかった。僕も2回目笑ったんはもう後藤さんのツッコミでずっと溜まってて。後藤さんすごかったな。すごかった、感動した。結構その回じゃなかった、ナインは。後藤さんすごいっていう回。すごいで、もうあの人後藤さん優勝でもよかったぐらいの、で、あれも聞けたしね。いや岩尾でええやん。ああ言ってたね。僕もざっくり大好きなんで。とか、フットさんの漫才の、やかんでええやん。はいはい。のあの発明のツッコミ。ね、石尾さんって言うと嫌でしょ。岩尾でええやん。言ってた。おもろすぎるやろ、あれ。岩尾でええやん。あれおもろいなぁ。あれも感動したし。おもろかったなぁ。おもろかったね。いや、やっぱ先輩の凄さ感じたね。いや、そうよ、ほんまに。もう、マンフットさんもそうし、ね。おもろすぎるなぁ。まあこの笑いを我慢してるとき頭で何を考えているのかっていう質問ですけど、いやでもこれ違うこと考えてまうとこれせこいもんな、この分からんけど。結構突っ込もうかなとか思いましたね。そうね、中村アンさんみたいなことやろ、だから違うこと考えるのって。オールスター感謝祭のね、中村アンさん、あれよりめちゃ可愛かった、中村さん。いやいや俺中村さんも大好きやな。ビオスリーっていう CM ありますからね。ありがとうございます。なんかこのやっぱ正々堂々というかな。そう、違うこと考えるとかないです。だから突っ込むとか、なんかどっかでかぶせるとか、うん、そうやな、うん、まあ、記憶はしておくよ絶対。そうやな、向き合わないと。おもろかった。
な、もう絶対勝てんと思った。2000万って言われて、ええー、と思ったけど、笑ったな、2人とも。で、相方も来た、ええー、って思ったけど、いや、目立ちたいってやっぱ、確かに。優勝したいって思ったけど、ほんまもう、開始5分で俺もう、こんなんやったもん。確かに。俺、もう絶対勝てんと思った。ほんまにお金とかじゃないんやな、もう笑ってまうな。いや笑ってまうな、おもろすぎて。弱いんやもんな、俺らだから。弱いだろな。弱い。いやー、でお前のなんか、もうお前のツッコミもおもろかったし、その笑い我慢してる時にお前がなんか横切るなんか、いやいや、おかしいやろお前。いやいやいや、そのあれやばかった、そのほんまにめちゃめちゃ笑いそうだったから。めちゃくちゃおもろいわ、あれ。それ言うと、お前のツッコミでもやばかったからな、その鬼やっこさんのカラスのとこと、ただのやばい少年やった。もうあれほぼアウトですね、あれは。ただのやっぱ少年やった。あれアウトやったな。いや、あれおもろかったな、ほんまに。ほんで、放送載ってないですけど、なんかこいつが持ってきたカードみたいな、はい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 、カードみたいな、いろいろあってな、いろいろあった、みょうちゃんさんとかもあって、みょうちゃんさん、俺にだけみょうちゃん見してきたとき。あれやばいな。後半ね、あれやばかった、ほんま。いや確かに、なんであんなことやったのな。いや、あれほんまお前あかんで、あんな意味わからんから。俺急に映ってなかったからしな、笑ってたやばかった、笑ってたやばかったな。何されたん、進めるやつやな。みょうちゃん、みょうちゃん見してきたんですよ、みょうちゃんみたいになってたから。やってた、危ない、やってた、あれ地獄やん、こんなんしてめっちゃ悪いで。ほんま、まあな、みょうちゃん、俺にだけみょうちゃん見してくんのやばいで、お前。あれマナー悪いで、お前。あれ危ないで、危ないで、あれで死んで意味わからん。ほんまやな、意味わからん、意味わからん、意味わからん。どうなってた俺。危ないわ、危ないな、めっちゃ危なかった。確かにな。いや、ちょ、また出たいね、ほんで。ああ、いや、むずいからな。おもろすぎるな。ちょっとでも勉強になるな。後半残りたいドキュメンタリー。勉強になる。数打ってもいいってもんでもないしな。あの、おじいちゃんのハスラーは何やったのでしたっけ、結局。いや、あれね、やりたいボケできなかったんですよね、道具。道具間違えて。あ、そうなの。で、まあ、あと、久保田さんとのこの連携。チッポロなんのがある。もうあったから。もらったな。そうそう、やっぱ久保田さん、なんか久保田さんとの俺かぶせ結構めっちゃ楽しくて、ラップもやってた。そうそう、久保田さんと裏で結構今回むずいなみたいな、結構話して、なんか団体戦でいった方がいいんすかねみたいな、なんか当日結構喋ってましたね、久保田さんとは、ロッカールームで。そう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 、だからなんか久保田さん追ってくれたおかげで、そうそう、おもろかったな。そう、まあ、なんかかぶせ嫌がる人もおるねん、何でも見てる人で。あ、そうだ、人のネタ邪魔すんなとか言って。あ、直接そう言われたんですね、その顔で。コメントで、コメントで、人のネタ邪魔しすぎ。いや、かぶし、かぶしてんねんけど、あんま好きじゃないみたいな、ドキュメンタル。理想のドキュメンタルみたいなのあるな、結構、みんなのね、みんなの楽しいコンテンツやから。あるね。またちょっと機会やったらな、頑張りたいな、次は。確かにね。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。